お店があるっち、アイテム補充するっち。誰かいるぞ。なんだよこれ、夢じゃなかったのかよ。もしかしてあの人、妄想が見えてるんじゃないでしょうか。ええ、様子がおかしいわ。ちょっと話しかけてみましょう。朝日、行ってきて。はあ、こういう時いつも俺だよな。はいはい、行ってきます。なあ、ちょっといいか。あ、お前、あの時の。あ、おい、ちょっと待てって。あらら、逃げられちゃいましたね。だけど、どうして逃げ出したのかしら。なんか俺無駄に傷ついたんだけど。追いかけますか。結構遠くへ行っちゃったけど。たまにはニートも走れっち。ちょ、ピン君？くっそ、言いたいだけ言って消えやがった。まあ、今追いかけたところで昨日のあかりちゃんの二の舞になりそうね。それに朝日、別に知り合いじゃないのよね。ああ、知らない。あの時の恨みとかそんなのないから。やっぱり妄想者なのでしょうか。でもあの子、妄想者に見えないっていうか、なんていうか。秋葉原の人たちとは違った雰囲気よね。妄想とは無縁な感じがするわ。渋谷とか新宿とか、おしゃれな若者の街にいそうな感じでしたね。いや、最近はああいう秋葉系も結構いるぞ。ナンパ目的でメイド喫茶に行くやつとかな。メイドさんをナンパ？前に萌も粘着されてたな。毎日毎日しつこかったみたいでさ。だけど萌のことだから、毎日毎日同じ笑顔で綺麗に断ってたっけ。毎日同じ笑顔？さきさん、どうかしましたか？なるほど、そういうことだったのね。
そういうことってどういうことだよ。メイドの妄想を生んだのはメイドで間違いないわ。リュウちゃん、あなたならわかるはずよ。もしかして。おい、俺を置いてくなって。繰り返されて変化のない毎日ってとっても不安だったんです。本当なら学校に行くはずだったり、それこそイベントがなかったらとか考えたりして、そんな不安に潰されそうになりながらも同じ毎日を繰り返していました。だけど秋葉原が繰り返される前から繰り返される毎日を過ごしていたとしたら、それってつまり。お帰りなさいませ、ご主人様、お嬢様。メイドは元から毎日同じ言葉を口にしていたのよ。月曜日も日曜日も平日も休日も関係なくね。きっとそんな人ならこの状況にも耐えられる。もともと繰り返しに似た毎日だったんですから。萌は入店以来一日もお店を休んでいないんだ。メイドの妄想はきっと萌ちゃんのものよ。急いで萌ちゃんを探しましょう。萌のことだ。自分よりもお店に来るお客さんのことを思って。ちょっと待って、二人とも、あそこ。あ、さっきの金髪だ。なんでまたお前らが。また逃げられた。あの子一体何なのかしら。場所もタイミングも良すぎるわ。あ、朝日様、大変っすよ。どうした？もしかして萌ちゃんが妄想者だと気づいた誰かが。な、萌は誰にさらわれたんだ。犯人の顔は。萌ちゃんがお店を出た瞬間だったんで顔までは。でも今男の人って。萌ちゃんを連れ去ったのはピンク色のマントをつけた男の人だったっす。あの背丈、
どう見ても男の人っす。え、ピンク色のマント、ピンクマントで白昼堂々と誘拐を。本当なんすよ。自分も信じられないっすけど、信じてほしいっす。僕も見たよ。萌えたんが、萌えたんが無理やり、萌えたんが誘拐された。どうやら嘘じゃなさそうね。急ぎましょう。まだ秋葉原にいるかもしれないわ。あ、萌えを助けよう。ピンクマントの男を探すんだ。絵ならいらないよ。違います、そういうのじゃないですから。この辺でピンク色のマントをつけた男を見かけませんでしたか？ピンク色のマント？あ、もしかして。え、知っているんですか？それは新手の絵売り商法だな。もう二度と騙されたりなんかしないぞ。サキ、このおっさん完全に勘違いしている。他を当たろう。パソコンショップっち、強化しておくっち。オイラは疲れたっち。オイラ喉乾いたっち。買いだめしておきたいっち。ちょっといいかな。この近くでピンク色のマントをつけた男を見なかった？もうまた？そんな変な男とか見てないですけど。またですか？
なんかさっき変わった女の子にも聞かれたの、ピンクマントを見なかったかって。そんな男がいたら見てみたいっての、超ウケるんですけど。俺たち以外にも探している人がいるってことか。あのさ、もう言っていい？ピンクマントとか1ミリも知らないし。あ、ごめんね。うん、話を聞かせてくれてありがとう。するっち、上書きに気をつけろっち。すみません、この辺でピンクマントの男を見かけませんでしたか？あれ、もしかしてアサヒくん？え、朝日くんだ。久しぶりじゃない。元気にしてた？はい。どちら様ですか？もしかして朝日くんじゃないの？あ、ごめんなさい、似てたからつい。俺は朝日ではあるんですけど。やっぱり朝日くんだよね。よかった、間違ってなかったね。だけど、もしかして私のこと忘れちゃったの？すいません、名前を聞けば思い出せるかもしれないですけど。ダメ、朝日くんひどすぎるよ。うん、私のこと思い出すまで教えてあげない。そんな。こんな綺麗なお姉さんを忘れちゃうなんて、朝日くんったら、いつからそんな罪な男になったの？それじゃあね、バイバイ。ちょっと、誰なんだ？覚えているような、覚えていないような。へえ、メイドだけじゃなくて綺麗なお姉さんとも知り合いなのね。忘れちゃうんですね。きっといつかリエたちのことも忘れて。違うって、本当にわからないんだから。そうだ、早くピンクマントを探さないと。これはもう探し出すしかないよな。よし、行こう行こう、聞き込み調査再開だ。そうね、じゃあリュウちゃん一緒に行きましょう。そうですね、サキさん、リュウたちだけでマイさんを救い出しましょうね。待てって。
うひぃ、マジかよ。こんな人がいる町で誘拐事件なんて。マジマジ、ポツッターでも噂流れてるって。なあ、もしかしてピンクマートのことを知ってるのか。急にごめんね。私たちピンク色のマントの男とメイドさんを探していて。噂の誘拐犯？それはどんな噂なんだ。ピンクマントの男がメイドを誘拐したんだろ。ポツッターで流れてきたんだよ。そう、それだ。なんて書かれてたんだ。確か中央通りのアニマート付近で目撃情報が途絶えていたような。中央通りだな。ありがとう。なあ、ちょっといいか。ね、俺になんか用すか。この辺でピンクマントの男を見なかったか。いや、見てねっす。それなんすか、ピンクマントって。だよな、ピンク色のマントってやっぱりおかしいよな。それじゃあさ、ちょっと小さめのメイドが無理やり男に連れて行かれる現場とか見てないよな。なんか事件っすか。そのピンクマントが誘拐犯っすか。心当たりでもあるのかしら。いや、前にお宅によるメイド喫茶強盗事件があったのを思い出したんすよ。オタクって正直怖いっすよね。突然切れたら何すっか分かんないっすもん。そっか、ありがとな。ああ、終わりっすか。オタクによるメイド喫茶強盗事件ですか。なんで犯人がオタクだとあんな風に言われんだろう。オタクだからとか関係ないのに。アイドルファンの皆さんも同じような扱いです。リュウ、そういうニュースを見ると悲しくなります。自分の目で確かめもせずにオタクが悪って決めつけるのは良くないよな。私は秋葉原に来て少しイメージが変わったわ。ただみんな何かに夢中なだけなのよね。そう、みんな夢中なだけなんだよ。この秋葉はみんなを夢中にさせる街なんだ。どこに隠れやがったんだ。目立つ格好をしているはずなのにどうしてなの。もう一回初めから探し直すか。
見落としてた場所がないよ、徹底的に。ですけど、見落としてた場所なんてあるのでしょうか。回れる場所は回ったわ。そんなこと分かってるよ。だけど、目撃情報があるのに見つからないなんて。少し不可解ですよね。リウも不安な気持ちでいっぱいです。犯人はピンクマントの透明人間か。透明人間？ん？どうした？そっか、だから見つからなかったんだ。うん、それなら中央通りで目撃したのも頷ければ。サキさん、どういうことですか？そう、透明なのよ。一般人には見ることができないの。あ、もしかして。だから俺を置いてくなって。一箇所だけ見落としてた場所があるわ。そう、萌ちゃんを連れ込むのに都合のいい場所。そしてもう一つ見落としてたことがあるのよ。どうして萌ちゃんが狙われたのか。そっか、萌さんはメイドの妄想の。萌ちゃんが妄想者だとしたら、おそらくそのことに気づいている人間の犯行ね。一般人からはまるで透明に見えて、萌ちゃんなら入ることのできる場所。そして犯人もまた妄想者だとしたら、萌ちゃんを連れ込むのに都合のいい場所があるわ。メイドの妄想の原因が萌さんだとしたら、妄想球の中に入れるんですね。そっか、そういうことか。だけど、一体どこの妄想球に。アイドルもオーディオもまだ入れるだろう。情報が途絶えたのは中央通りですよね。確かアニマート付近だったかと。ってことは中二の妄想球か。よし、急ごう。でもいいのかしら。あそこにはフードの男がいるのよ。きっと今があいつを倒せるタイミングなんだよ。行こう、萌を助け出すんだ。アパレルショップっち、オイラ用も売ってるっち。休憩ポイントっち、オイラは疲れたっち。
破るっち。これでも敵がいるっち。どうするっち。敵がいるっち。オイラは戦いたくねっち。扉を進むっち。休憩ポイントっち。オイラは疲れたっち。この扉を進むっち。ここから来たのにっち。アサヒ、あそこ。萌え、おい、大丈夫か。まだ時は満ちぬ。お前が萌えをさらったのか。眼前の事象で全てを判断せしは狭き道を行くが行為。その道は消失の一途をたどり、やがては無に帰すだろう。俺の質問に答えろ。我が名はイザナギ教也。古の傷を守りし時の観測者。その従者の女は招かれざる者。貴様らが連れここから立ち去るがよい。え、行っちゃったっち。普通戦うんじゃないの。よく理解できなかったけど、萌ちゃんを連れて帰っていいみたいね。あの人、京也さんは萌さんとは関係ないかもしれませんね。興味なさそうだったっち。とりあえず萌ちゃんを外へ連れ出しましょう。ああ、なんか調子狂うな。萌え、気がついたのか。あれ、ここは私、どうして朝日様と。よかった、気がついたんだな。なあ、どうしてここにいるか覚えてないか。はい、確かお店の前でチラシを配ってて、ピンクのマントをつけたご主人様が来て、それから萌えはそのピンクマントにさらわれたんだ。そしてこの妄想宮に閉じ込められた。妄想宮？ここのことよ。普通の人には入ることも見ることもできない場所なの。お嬢様方。萌えを探すのを手伝ってくれたんだ。助けていただきありがとうございます。だけどご主人様方の手を煩わせてしまうなんて。リュウたちのことなら大丈夫です。萌さんの方こそ大丈夫ですか。はい、
私ならもう大丈夫です。そうならよかったわ。実は私たちね、萌ちゃんに話があったの。私にですか？萌ちゃん、単刀直入に聞くわ。昨日は何曜日だったかしら？その…はい、今日も昨日も日曜日でした。やっぱり萌ちゃんだったのね。もしかして朝日様たちもこの異変に気づいていたんですか？ああ、最近はずっと日曜日のままだ。毎日毎日秋葉原は日曜日を繰り返し続けてる。何日経ったかなんてもう忘れちゃいましたけどね。萌ちゃんのお店周辺が普通じゃないってことも分かればよね。はい、分かります。ご主人様もお嬢様もいつも以上にご帰宅くださいました。あれはね、妄想の侵食なの。メイドブームが再燃し、そして客足も増えた。萌ちゃんの思いが溢れ出して現実の秋葉原を侵食しちゃってるのよ。私の妄想？思い？そのせいでこんなことに。ああ、ストップストップ。いきなり全部説明しても混乱するだけだって。なあ萌え、俺も一つだけ聞きたいことがあるんだ。どうして昨日が繰り返されたのに普通でいられたんだ？お店の周辺も普通じゃないって一目で分かっただろ。はい、普通じゃないことはすぐ分かりました。だけど休むわけには、逃げるわけにはいかなかったんです。どうしてかしら？だって、いつどんな時でもご主人様とお嬢様が帰ってこれる場所を提供する。それが私の務めですから。萌えは本当にメイドの鏡なんだな。うーん、この姿勢、アイドルとして見習わないわけにはいきません。でも、私の妄想が悪さをしちゃってるんですよね。現実を侵食している以上、否定することはできないわね。だから俺たちはその妄想を壊そうとしているんだ。妄想を壊せばその侵食は止まるのでしょうか？ええ、止まるわ。だけど全てがなかったことになるのよ。妄想が生まれてから壊れるまでの間の皆さんの記憶が全て失われてしまうんです。そして妄想が妄想だと気づかない世界へ、当たり前の普通の現実の秋葉へと帰るんだ。妄想を壊すにはどうしたらよいのでしょうか？え？いいんですか？せっかくお客さんも増えてたみたいなのに。はい、構いません。私が今以上頑張ればいいだけですから。
多くのご主人様とお嬢様に迷惑をかけてしまっていることの方が辛いんです。だから私にも手伝わせてください。萌え、いいんだろ。さすが看板メイドのだけあるわね。リュウは賛成です。もちろん俺も構わない。応援してくれるだけで力が湧いてきそうだしな。短い時間になるかもしれないけど、萌えちゃんよろしくね。はい、精一杯皆様のサポートをさせていただきます。ピン君様も賛成っち。今喋りました。おいらピン君っち。驚かせちゃってごめんね。この子の説明は歩きながらでいいかしら。それじゃあみんな急いでここを出ましょう。きっと入り口が現れてるはずよ。ああ、萌えのためにも急いで妄想を壊そう。は疲れたっち。扉を